やばいやばい、なんもないとこのど真ん中やば。ちょっとどうしますかね。はい、ということで皆さんこんにちは。キアの大冒険シーズン2やってまいりました。この前の動画から、実は1ヶ月半経ってます。あの小屋に住んでてネットが本当に1ヶ月半ぐらいなくって全然更新できてませんでした。ということで引っ越しました今回ね、ダウンタウン町の方にある日本でいうアパートみたいな感じのところに、引っ越してきました。見てください、この景色。外はまた森です。ちょっとここで見えないんですけど、この辺湖になってます。ということで今日はなんと休みなので、ノースウェストテリトリーの高速道路のね、一番先っぽ、もうね、道路の終点がもう北に行きすぎてもう終点がぐっとあるんで、今日はそのイングラハムトレイルの最終地点に行ってみたいと思います。それでは行きましょうということで、こっからイングラハムトレイルの先っぽまで1時間半なんですけど、ちょっとカフェインを、取って、出発したいと思います。じゃーん、スターバックスキャラメルリボンクランチフラペチーノ。めっちゃ美味しそう。やばそう。 Can I get one caramel ribbon crunch frappuccino? One pistachio latteYep, that's all. Thank you. Perfect. We'll see you at the window. Alright. 待ってる間に、じゃん。今日本で流行ってる、バラクラです。ユニクロで、500円で買えるみたいです。今日はこれをはめて運転したいと思います。どう？いい？これがファッションで流行るって変な国ね。え、しゃべらんと？え、しゃべっていいと？いいよ。Thank you. はい。いつ、すや。笑われたね、お姉さんに。このバラクラ。まあまあ、乾杯。乾杯。いい。日本とサイズ変わらんねえな。なんだか小さく見えるんだけど。え、小さく見えるくない？それ通るだけどさ、ショートじゃない？日本の。逆に。逆に？サイズ間違ったくない？え、ガチで逆に？わかんないけど。行きます。あ、超うま。やっぱこっちのやつ甘いです、かなり。それでは高速に入っていきます。ちなみに、カナダそして多数のほとんどの海外高速道路無料でございます。ということで今日はね、もうすごくいい天気、気温はマイナス35度、なんかトーンおかしかったくないの。気温がマイナス35度。なんと気温がマイナス35度。なんか、あれ、なんかおかしいな。マイナス35度。あ、そうよね。ということで皆さん見てください、この晴天、イエローナイフは現在、気温はね、マイナス35度でございます。イングラハムトレイルはイエローナイフの最北端の高速道路で、高速道路なんですけど、この先に土地がないのでエンドオブザロードっていう高速道路に終わりがあります。なのでその終わりを今日目指します。あ、そういえば紹介してないですけど、この人ガイドのミクです。ミクですじゃあ今から俺ドローン撮るけんさ、はい、運転変わってくれん？頑張ります。最悪こういうとこで事故っても雪のクッションが、命を守ってくれます。僕はドローンを飛ばしますそれではドローン飛ばしたいと思います。風を感じたはい、それでは行きましょう。レッツゴー、レッツゴー。おーおーおおおおおドローンで観察中です。Stop the battle within your soul. You know it's all in your head. Being sad doesn't make you smart.Seems your heart just needs a fresh start.
やばい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 、皆さんドローンがトンビにめっちゃ狙われてる。やばいやばいやばい、めっちゃ狙われてる。やばいやばいやばい。めっちゃ狙われてる。やばいやばいやばい。やばい、めっちゃ狙ってるやん。どこ行った？あ、やばいやばいやばい。やばい。やそんなことある？ガチで狙ってるよねこれ。やばい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 。やばいやばい。やばいやばい。やばい、マジで狙ってるよ。いや、やばい、狙ってるってまだ。なんでわざと狙われに行くの？これ私もトンビに襲われるやん。あ、逃げてった。あんなことある？皆さん見ました？なんかさ、ドローンこっち飛ばしょってね、車の近くこう来よったら、ドローンより先になんか鳥の影見えたの、右左側にね。うん、え、そんなことないと思ったら、そのトンビがさガチで狙いよったね。一回回収しよう。一回回収します。あー、ぶんなドローン失うとこでした。それでは、大自然何があるか分かんない、続けていきましょう。イエイ。来ました、イングラハムトレイルの最終地点です。ストップ。うわ、水ある、見て水、ほら川。本当だ、え、固まってないの？やば。それではエンドオブザトレイル、何があるのか見ていきたいと思います。なんもないけどね、多分。うわ、なんか警察来た。来ました、シーアーって。これ湖の上なんですけど、凍った湖の上になんと貨物車、トラック走ってます。すごい。お、さっき話してた川がありました。てか久しぶり水見た。確かにねえ。なんと僕たち久しぶりに、生きてる水見ました。うわー、すごっ。なんか、ね、おー、見て見て見て、すごいすごいすごい、やば。ちなみにマイナス35度の中やってます。アホです。寒いです。あ、さっきのパトロールのおっちゃん。ここだ。そう、ここが多分ね、凍って冬の間だけ道路ができてるみたいで。アイスロードか。アイスロードやね。水温は？水温は美味しい。なんと、皆さん、お時間、お昼時でございます。今からちょっと森の中に行って薪拾って、火つけて焚き火作ってね、ちょっとお昼ご飯作ろうと思います。ちなみにカナダの、ノースウェストテリトリーは、なんとナンバープレート北極熊の形です。めっちゃおしゃれよね。ビンスノーシュー、日本名漢字記を履いて、歩いていきましょう。これがないとね、本当にこの辺歩けません。雪が深すぎて。ゲットしました。え、もうこれでいいよね。 OK。 じゃあ、ハイタイミーないやん。はい、それでは早速火を起こしていきたいんですけど、皆さん見てください、スラカバの、川でございます。このね、川の中にめっちゃ油入ってて、紙よりね、4、5倍
時間的には長く燃えるんで、ファイアースターターにぴったりな素材となってます。はい、ということで今日のお昼ご飯なんですけど、なんとこちらです。じゃーん、皆さんには何に見えますでしょうか、この赤身のお肉。なんとこちら、アザラシの肉でございます。イエーイ、イエーイ。うわー、生臭なんか先住民の知り合いからもらったアザラシの肉の塊なんですけど、すごいね。先住民の方は取ってすぐ生で食べるらしいんですけど、ステーキにしても美味しいみたいなんで、ちょっとミディアムレアぐらいのステーキにしたいと思います。やりましょう。それではバター入れていきたいと思います。イン、わー、美味しそう。わー、美味しそう。やっぱ中華鍋いいね。今回はね、タイムを使っていきたいと思います。ちょっとめっちゃ臭そうなので、よし、よし。で、火を強火にしました。火が強火になったら、それでは入れていきます。イン、雨の日のカタツムリいる場所の匂い。うわー、最悪うわ、音いい匂い。あ、音いい音それでは臭み取りにボッカ入れます。おお、来た来た。お、いいんじゃない？いいと思う。はい、ということで切っていきたいと思います。うわ、めっちゃ黒。ね、黒じゃないもん黒、怖。アザラシ肉です。食べましょう。乾杯しましょう。乾杯。乾杯。いただきます。うまっ。うまくない？え、超うまっ。ちょっと真ん中の癖が強い。ふぅ、美味しい。美味しいけど寒い、うん、あ、でもうまいね、うん、はい、ということでめっちゃ寒いので、早く動画を終わらせたいんですけど、今日の動画は、イングラハムトレイル、カナダのノースウェストテリトリーの道路の先端、エンド・オブ・ザ・ロードですね、とアザラシの動画でした。また次回の動画でお会いしましょう。 See you! おいしい。あれから25分が経過しました。じゃん、なんも、マジここなんもないとこのど真ん中、やば。最悪こういうとこで事故っても雪のクッションが、命を守ってくれます。ちょっとどうします？だね。